ユナイテッド航空585便墜落事故とは、1991年3月3日に発生した航空事故である。ジェネラルウェイニエダウニングピオリア空港発、ステープルトン国際空港経由コロラドスプリングス空港行きだったユナイテッド航空585便が、コロラドスプリングス空港滑走路35への最終侵入を行っていた際に、方向だが、 ハードオーバーした。機体は制御不能に陥ったため、急降下し墜落。乗員乗客25人は全員死亡した。国家運輸安全委員会は当初、事故原因を特定することができなかったが、同様の事故により、ボーイング737型機のラダーパワー、コントロールユニットの欠陥が原因だと結論付けた。 585便は、ボーイング737から291によって運航されていた。事故機は、1982年にフロンティア航空へ納入され、1986年にユナイテッド航空が購入した。事故当時、総飛行時間は2万6000時間ほどだった。機長は52歳の男性で、副操縦士は42歳の女性であり、 三人の客室乗務員が登場していた。機長は、ユナイテッド航空で1万時間以上乗務しており、手順に厳格に従う良いパイロットだと同僚たちは、尊敬していた。副操縦士は4000時間以上の飛行経験があり、機長からも信頼されていた。ユナイテッド航空585便は、イリノイ州ピオリアの、ジェネラルウェインエーダウニングピオリア空港から、 イリノイ州モリーンのクワッドシティ国際空港とコロラド州デンバーにかつて存在したステープルトン国際空港を経由してコロラド州コロラドスプリングスのコロラドスプリングス空港へ向かう国内定期便であった。事故当日ピオリアからデンバーまでは異常は見られなかった。585便は20人の乗客と5人の乗員を乗せ9時23分に ステープルトン国際空港を離陸し、コロラドスプリングスには9時46分に到着する予定だった。9時37分に585便は滑走路35への死人侵入を許可された。しかし、突然機体が右に大きく傾斜し、機首が下を向いた。パイロットはフラップを15度にし、水力を全開にすることで着陸復興を行おうとした。機体は 急速に高度を失っていき、4g 近い加速度が生じた。異常事態発生から9秒後、機体は滑走路から4マイルほどのアイドフィールドに213ノットで墜落した。国家運輸安全委員会は21ヶ月にも及ぶ調査を行った。フライトデータレコーダーは保護ケースが破損していたもののテープ自体は、 破損していなかったため、記録されたすべてのデータの引き出しに成功した。テープには、機種方位、高度、待機速度、標準滑速度、マイクロフォンキーイングの5つが記録されていた。NTSB が求めていた、墜落時の方向だと、補助翼、スポイラーについての記録はなかった。記録されたデータは、機体が突然に、致命的な急降下を行ったかを説明するには、 不十分であった。NTSB は方向打の制御装置の誤作動やロッキーさんが脈からの山岳派が墜落の原因ではといった仮説を立てたが、いずれを立証することはできなかった。そのため、NTSB が発行した最初の報告書では墜落原因を断定することはせず以下のように述べられた。国家運輸安全委員会は徹底した調査を行ったが、 ユナイテッド航空585便がなぜ制御不能に陥ったかを十分に説明できるだけの証拠を特定できなかった。最終報告書の発表から1年9ヶ月後の1994年9月8日、ピッツバーグ国際空港へ最終侵入を行っていた US Air 427便が585便とよく似た状況に陥り墜落した。NTSB は 427便の墜落状況が585便と酷似していたため、585便の調査を再開した。しかし、当初は585便と同様に427便の調査は難航した。それから2年後の1996年6月9日、イーストインド航空517便休憩車事故が、 発生すると、NTSB は585便と427便の墜落原因及び517便で発生した不具合は、方向打の制御装置が突発的に故障したことが原因である結論付けた。2001年3月27日、NTSB は修正した最終報告書を公表した。585便の墜落原因は、 方向打のパワーコントロールユニットが、機械的な故障を起こし、制御不能に陥ったとされた。また、第10シーズン第4話、プッシュとト,トゥーザリミット、第12シーズン第4話、サイドスワイプ度等でもこの事故について触れられている。